ですな。ですな。できるだけ少ない本数の針金ではでのい。ような折りの。折りの枠を作りたいです。針金は何箇所曲げても構わないが、二重になってはなりません。継ぎ目は、半田付けするつもりです。半田付けするつもりです。何ですか、半田付け。さて、針金は何本必要です接か。着剤みたいなもん。ですね、針金は何本必要かってことですね。何箇所曲げても一構わないが、二重になってはでなきい。るだけ少ない本だから、数の針金でいい一か筆書ら、きができればいいってことや。そういうことです。じゃあ1本2本ですね。まず1本2本3本4本5本6本ですね。普通に考えたら6本です。でや、それ辺の数やろ。そう、普通だに考から曲げてもいいって言ってえたら、るから。じゃあ辺の数っていうか、まあ普通に考えたら6本ですけど、ちだゃけうど、やん。だってこれ、じゃあ上と下と合違う。わせた1、2、3、4、5、6ってこと？違う。だから普通に考えたらっていうのは、曲げてもいいって言ってんだから、まずこれでぐるっとこう1本できるわけじゃないですか。1本。2本。ね。3、4、5、6っていうの。まあそうやろ、だから。だからそれは、そんなわけないから、じゃあ、1、2、3、4、5、6、これはむずいな。1本でどこまでいけるかですよね。1本でどこまでできるか。二重に1なって本。はならないっつってるから。だから1、4本以下なら間違いないっつってるで。あ、違う、ちょっと待って、じゃあこういう形がええと思うね、多分。ここまで来たらこう下げていいね。これなんかチってやっていいですか？ここまで1本ですね。2本ですね。さあ、4本もあったらあかんね、きっとね。4本じゃない、もっと少ないやつでできるでしょ、きっと。1でいけんちゃうかな。いけへんか。あ、1本でいけます？あ、そうですか。出じてゃ入って2本だな。で、下降りて1、1本で2、すよ、これ。3本。あ、1、2、3。だから1個通らないところは3本でいっちゃう。3本ですかね、これ。2本かな。2本でいける？2本で、あ、違う、3本です、やっぱり3本。3やって。みんな3ぐらいって言ってるよ。そうですね。限界が3本ですよね。1本じゃ無理やわ。出口がないから。じゃ3で。これ間違ったったら次2やわ。ルーク、あ、そう。私の回対答はこ象れのだ。形でいける。残念だ。あ、じゃあ2や、2やわ。2ですか？おにぎり握るみたいな形を作ればいいってことや。こういう。ちょっと待って。こういう形を作ったんやな。2やな。それなら2やろ。1、2、3、4、5、わかん6、ない。7、違うな。あ、
1,2,3,4,5,6,7,8,9 あ、いける。あ、違う、ちょっと待って、こっからか。あ、え、ちょっと待ってちょっと待って、二重になったらあかんねやろ。はい、あ、かった。じゃあもっと違うとこからスタートしてみ、ち、あ、違うわ。2でいける？ 3 とか 4かもしれんぞ。あ、そういくやん。左上行くしかない。あ、それ違うやん。何が違うの？いやだから。何が違うの？面を斜めに取って。何言ってんの？何を言ってますの？筋言ってますよ、筋。筋でしょ。そう、見たまんまの筋言ったってあかんで、ね。え、いいね、見たまんまの筋でいいの。じゃあ、なんか1、2。1、まず書かなかった。こう言って。え、ちょ、もう一回言って、もう一回今やって、言うて。こっからやるとして。こっからやる。うん、こういくよ、はい。はい。そうでしょ？横下がるやろ。はい。あとはどっちか行くやん。行く？そしたらもうここは一本確定やろ。こう行くやろ。行くやろ。1,2,3,4。本当？いやー、そんな気がするんやけど。これでどうかな。ほら、どれだよ。4位。全部で8つある8つ8個。あ、だからわしはこの左上のやつをやったよ。これわしはこれやったよ。あ、それね、私もう何がどれかわかりません。半分の直線。このことからどの頂点にも針金の端が、あ、ごめんなさい、読んでる最中にまさかはこのままだと。難しかったな。ゆくすぎ、もう見てもらいたい。